今回は背中のトレーニング動画です。で、この日はフィジーク大会の5日前なんですけども、大会前最後の背中のトレーニングになります。で、今回のトレーニングの目的は筋肉の細かいところ、細部を意識して形を際立たせることなんですけども、そのためにそれぞれの種目で意識する筋肉をかなり限定して、その代わり種目数を普段よりも多めにして行っています。行った種目は全部で8種目とちょっとね多めなんですけども、全部2セットずつですので、トータルのセット数は16セットで追い込んでいます。ですので、時間はちょうど1時間ぐらいで終わりました。で、僕は普段は師匠と一緒にトレーニングをやらせていただいてるんですけども、今回のメニューは前回教えてもらった背中のトレーニングをおさらいする形で行ってます。ただ種目の順番は空いてるマシンを優先して行ってるんですけども、ジムが空いていたということもあって、カメラをセットしてトレーニングを行っていましたので、その映像にかぶせる形で、各種目で意識している筋肉の部位だったりフォームのポイントを解説してみたいと思います。ということで、まずは最初のチンニングからスタートします。で、このチンニングはスミスマシンを使って行いました。バーを一番上にセットして、で、その下にぶら下がった状態からスタートしています。で、このチンニングで狙ってる部位は、広背筋全体という感じで、なるべくトップポジションでは胸を突き上げるように、あと骨盤をですね前傾させて、腰は反るような形でですね、広背筋をしっかりと収縮させています。で、ボトムではなるべくストレッチをしっかりとかけてから持ち上げるようにしてますね。で、上がらなくなってきたら、後ろにベンチがあるんですけども、それを片足で蹴って補助をしています。で、ボトムではなるべくゆっくり下ろすようにして、数回サポートして広背筋を追い込んでみました。で、これは2セット行って、で、次も、チンニングなんですけども、これはアンダーグリップで行ってですね、ターゲットは僧帽筋の下部という意識で行ってます。みぞおちのあたりをバーに思い切り突き上げるように行ってるんですけども、広背筋じゃないので、先ほどよりは骨盤の前傾は意識してないんですけども、肩を、ややすくめ気味な感じで、肩甲骨を寄せるっていう意識で行ってます。で、こちらも上がらなくなったら足で補助をして、2回補助して終わりました。で、これもね、2セット行って、で、次の種目はですね、これはインクラインベンチを使ったダンベルのベントボローイングです。で、ターゲットは広背筋の上部から僧帽筋の下部にかけての背中の中央のあたりですね、そこを意識して行ってます。あとはですね、ちょっとトップポジションで上半身を多少持ち上げて、起立筋のあたりも少し効かせるように意識してるんですけども、ちょうどこうトップポジションをで広背筋のねストレーションが走ってますので、そのあたりのこの収縮感を意識しながら行ってます。で、今回の背中のトレーニングはストレッチ&スクイーズをしっかりと意識して行ってます。だからそれができる重量選択で行ってます。最後のトレーニングっていうことで、とにかく筋肉をしっかりと動かす、形を整えるっていうイメージで行ってます。ストレッチでは、しっかりと肩甲骨を開いた状態を作って、で、そこからなるべく高く、肘を持ち上げる意識でターゲットの筋肉を収縮させています。ダンベルは骨盤のあたりにめがけて持ってきてますね。広背筋は腕から腰にかけて斜め下方向に走っている筋肉ですので、その2つの距離を近づける意識でダンベルを持ち上げてます。で、上がらなくなったら、多少チーティングを使ってですね、最後数回追い込んでみました。で、これが4種目目ですね。ラットプルダンを、マググリップの一番、幅の広い、バーを使って行ってます。で、これですね、背中の外側を意識して行っていて、三角筋の後部も多少使っているんですけども、あとは、肩甲骨周りですね、棘下筋だったり大円筋のあたり、あとは広背筋の外側も意識して行ってます。体はやや起こし気味にして、肩をなるべく下に下げる意識で、引き切ってるんですけども、で、これもトップポジションではしっかりとストレッチをかけるということで、肩甲骨を思いっきり広げるところまでストレッチさせて、で、引っ張ってきてます。ちょっと角度を変えて撮ってみましたけども、こんな感じで上背部がですね、こう
収縮しているのが体感としてありますし、こうやって目で見てもなんとなくわかるかなというところですね。肩甲骨もフィニッシュではしっかりと寄せてますけども、肘もですね、体の側面に沿って下げる、引き下げるような意識で行ってます。でこれも最後の方は少しチーティングを使ってみました。じゃ次は、広背筋下部を意識した種目で、この円錐用のマシンを使ってですね、アンダーグリップでちょっと下方向に引いてくるイメージで、ちょうど広背筋のクリスマスツリーと呼ばれている下部の生え際ですね、そのあたりを意識して行っています。背中の筋肉ってこう単体で動くってことはなくて、他の筋肉とね連動して動きますので、僧帽筋にも力は入りますね。でも意識としては広背筋の下部を中心にこう動作を行ってます。とにかく背中の筋肉の収縮で重りを動かすっていう意識で行ってますので、だから動作の引き始めのきっかけは背中の収縮で始めるようにしています。これが腕をきっかけにしちゃうとなかなか背中を意識しにくいものですから、はい、でこれもね最後数回チーティングを入れてみました。でまあこれもね2セット行って、で次の種目はこのハマーストレングスのローローイングを行ったんですけども、今度は、背中の上部ですね、僧帽筋の縦のラインの上の方を意識して行っていて、なのでフィニッシュではですね、肩をすくめる形で肩甲骨を寄せるように意識しています。なのでそれがやりやすいグリップの位置を握ってるんですけども、これも僧帽筋ということでしっかりとフィニッシュでは肩甲骨を寄せることをとにかく意識して動作を行っています。であとは戻すときはしっかりとストレッチをかけていますね。で背中のトレーニングでこう背中から負荷を逃がさないポイントとして、肘を伸ばしきらないっていうことはとても重要で、どの種目もですね意識してるんですけども、この種目もなので肩甲骨だけ開いた状態を作ってからグッとね、引き切るっていうことを意識しています。これはね後ろから見た映像ですけども、引き切った時に僧帽筋がですねしっかりと収縮しているのが目で見ても確認できると思います。で広背筋は意識してないので、引いた時の姿勢っていうのは少し背中が丸まったように見えますけども、これでとにかく肩甲骨をまっすぐ寄せてくる意識で、僧帽筋を効かせています。これもね引けなくなったら多少チーティングを使う形で、数回追い込んでみました。で7種目目はロープリーを行いました。これは、僧帽筋の下部から、広背筋にかけての背中の下半分を効かせる意識で行っているんですけども、あとはストレッチをですねしっかりとかけるということを意識して行っています。こんな感じで、上半身をですね多少前後させながらストレッチをかけた状態から、フィニッシュでですねしっかりと胸を突き上げて背中全体を収縮させる意識で行っています。で引く位置はおへその辺ですね、そのあたりに持ってくることによって広背筋にも刺激が入ります。で後ろから見るとこんな感じで、なるべくこう腕の力を使わないように肘でリードする意識で重りを引っ張ってですね、でフィニッシュではしっかりと肩甲骨を寄せて胸を突き上げるように行っています。フィニッシュでは骨盤前傾させる形を作ってですね、そうすることによって、広背筋がしっかりと収縮します。で最後の方はお腹の辺までね引いてこれなくなってくるんですけども、無理やり引っ張っちゃうと腕とかに効いてしまいますので、ラインは崩さずに引ける範囲で、なるべく背中を収縮させるっていう意識で最後まで追い込んでいます。じゃこれが最後の種目で、三角筋の後部とあと僧帽筋の上部を意識して、ペックフライを使ったねリアレイズを行ってみました。しっかりと腕を広げるようにして、肩甲骨もねフィニッシュでは寄せてるんですけども、そうやって、背中の上部全体をですねこう鍛えるっていう形ですね。リラックスポーズをバックで取った時の、上背部のボコボコ感をですねこれでなるべく作るっていうイメージで行ってます。で最後の方はねいけるところまで粘って
はい、で、こう上がらなくなって終わりましたという感じで、今日は背中のトレーニング動画を撮ってみたんですけども、見た目的にはね、結構地味なトレーニングだとは思うんですけども、自分なりにはこう力を使い切ることをイメージして、だけど大会前なのでね、あまりこう追い込みはしつこくしすぎないように、そのあたりのさじ加減を一応ね調整しながら行ってみたつもりです。トレーニングはですね、あと1日残ってるということで、それで、残ったエネルギーをですね、しっかりと使い切って、その翌日からは徐々に炭水化物を増やしながら数日間カーボアップを行う予定でいますので、それがね、うまくいけば、しっかりと筋肉に張りが出た状態で当日舞台に上がることができると思います。で、大会前はですね、あと1回経過報告動画を撮りたいというふうに思ってますので、ぜひその中でですね、いいご報告ができるように、この時よりもいいコンディションが作れるようにですね、頑張りたいと思います。はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。